政治団体創造という名前でこの政治団体を18年前に私とお作らせていただきました。政党名を無所属創造というこの名称に変えさせていただいて、で2点目ですが、辺野古移設問題を終わらせるために玉城デニー知事は辞任し、知事選挙を行い県民投票を実施し、沖縄の民意に基づいた国との協議を行うことを求める署名活動を行うということであります。皆さんお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました。今日の私の記者会見は2つありまして、1つは政党創造の名称変更についてということと、2つ目に米軍普天間飛行場の辺野古移設を終わらせるための署名活動についてという、この2つのことで皆様に今日は記者会見をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。一つはですね、1点目ですが、政治団体の設立を行ったのが平成11年の12月27日、政治団体創造という署名名前でこの政治団体を18年前に私とお作らせていただきました。その後平成18年にこの名称を政治団体創造から政党創造に変更をいたしました。そして今回、政党名を無所属創造というこの名称に変えさせていただいて、無所属という言葉を前につけさせていただいて、そして創造を漢字に変えさせていただくというようなことにやらさせていただきたいというふうに思っております。この無所属創造に変更させていただいた私の思いといたしましては、今後私がこの沖縄の政治の場で、来たる衆議院選挙、知事選挙、こういうふうな私が、想定をしている選挙に立候補するにあたって、無所属で立候補することが明確になっておりますので、その時にですね、政党創造という名称だとなかなかややこしく誤解をされる可能性があると考えておりまして、今回は無所属で立候補する以上は、私が代表を務める創造も無所属創造に変えるというようなことが県民に対しても有権者に対しても分かりやすいのではないかというようなことで、今回は名称の変更を届けさせていただいて、皆様にもお配りさせていただきましたように、昨日この11月20日にですね、名称を変えさせていただいたというのが今回の1点目の趣旨であります。で2点目ですが、この2点目はここに書いてあることをお読みをさせていただきますけども、沖縄県民のために最高裁判決後の沖縄の民意を示し県民を二分してきた米軍普天間飛行場の辺野古移設問題を終わらせるために玉城デニー知事は辞任し、知事選挙を行い県民投票を実施し、沖縄の民意に基づいた国との協議を行うことを求める署名活動を行うということであります。読ませていただきますが、橋本龍太郎総理とモンデール米駐日大使は1996年4月12日米軍普天間飛行場の全面返還を発表した。しかしこの時から県民を二分する対立が始まった。中央の政治の政権交代が続き、国の政策方針が蛇行したことで沖縄県は政策転換を余儀なくされ、県民は振り回され混乱に陥った。その責任は国にある。2014年10月、尾長武史県政が誕生し、政治協議ではなく裁判闘争を選択したことで14件もの裁判が起こされ、和解と取り下げを除く全ての裁判で沖縄県が敗訴、最高裁判決においても沖縄県が敗訴した。そして今年10月に国が沖縄県を提訴し、大執行訴訟で沖縄県と国との裁判闘争の全てが終わることになる。国と沖縄県は裁判で争ったことで裁判の当事者同士が対話を行えない環境が続いていることを憂慮しなければならない。改めて国との対話の環境を作るためには、最高裁判決後の沖縄の民意の結果をもって、
国との協議の場を設けることが大事である。今沖縄県民の尊厳が著しく失われるような国の対応が続く中、このことを放置したまま県民のための沖縄の行政の責任は果たすことはできない。玉城デニー知事は沖縄県民の尊厳を守るために、沖縄の未来を作るために自ら知事を辞任し政治決断を行うべきである。一つ、最高裁判決を真摯に認めること。二つ、玉城デニー知事は即刻辞任し沖縄の民意を明確するための知事選挙を行うことを大執行訴訟の判決が出る前に明言すること。3、知事選挙のどの候補が勝利しても県民投票を行い、知事選挙で示された民意を確実に裏付けること。4、沖縄のどの政党も知事選挙の結果、県民投票の結果を尊重し、沖縄が一つになって国と向き合い、協議を行うこと。この趣旨のもとに賛同者3万人規模の署名活動を行い、玉城デニー知事に提出をします。無所属創造代表下地美京、まあ、こういうことをやってですね、裏面にこの署名活動のこの用紙を入れて、これをこれからですね活動していきたいというふうに考えております。これの腰になる原案はここに書いてありますが、この原案に私の考え方は全て書いてありますので、それに基づいてですね、この活動をしていくことが大事だろうというふうに思っています。まあ、今最高裁が判決が終わってからですね、この天幕地の辺野古移設問題、まあ、一つもだけとも埋め立てさせないというようにおっしゃってきましたが、まあ、東京ドーム8個分を埋め立てられ、そして軟弱地盤に対する裁判はもう皆さんのご存知のような結果になっております。まあ、裁判の結果はそれは最高裁の判決ですから重く受け止めなければいけませんが、しかしそれだけで沖縄の基地問題の結論が出るというわけにはいかないと思いますね。まあ、そういう意味でもですね、やっぱ最高裁の判決にしっかりと向き合えるのは沖縄県民の民意だと思いますので、この民意をですねやっぱり示すというようなことになると、県知事が辞任して、そして再出馬出されるか他の人を出そうかは分かりませんが、自らの考え方のもとにですね、この知事選挙を行って、そしてその考え方のもとにもう一度県民投票を行うというようなことが必要ではないかというふうに考えています。まあ、県知事選挙は去年やったんじゃないかとか、県民投票はこれまでもやったんじゃないかとおっしゃる方いますけれども、これはね、最高裁の判決後のこの県知事選挙と県民投票では全く違う。やっぱそこはね、重く私たちは思えなきゃいけない。裁判の結果はそれまで予見できなかった。しかしもうこの裁判の結果が明確になった以上は、この状況を受けて県民がどう考えて、どういうふうに沖縄の基地問題を考えているかっていうのは、やっぱり沖縄県民が政府にも日本全体にもまたアメリカにも示す必要があるというふうに思ってますから、そのためには大執行の判決が出る前に県知事がですね、私は知事選挙をやるということを明確にし、この大執行の結果が出たら、裁判結果が出たらすぐに知事選挙をやった方が、私としてはこれは沖縄の民意をまた尊重し、この結果によってはこの軟弱地盤のこの工事の着手というのもそう簡単にできるものではなくなるんではないか、この結果が重く受け止められるんじゃないかなというふうに思っておりますから、そのことをですねやっていくための署名活動を私たちはやっていきたいと思いますね。また今先ほど尊厳が失われていると申し上げましたけど、まあつい先頃の防衛省に軍天庁に行った時も県知事が行って政務次官と会って、与那国長女が行って大臣と会って、これやっぱ屈辱的なことでもあるし、これは政府としてもやっちゃいけないと。しかしそれぐらいの尊厳を失われるようなことの対応を受けているにもかかわらず、全くこれがこの起こりもしなければ、その叩きつけて帰っていくわけでもないし、こういうことをですねやってるようでは、やっぱりどっかこの沖縄県知事としての威厳がもう失われると、もうレームダックするというような状況になるんです。これ県知事の知事職っていうのは
彼だけのものではなくて、まあ、彼が選んだ人たちの名誉も尊厳も全部あるわけなんで、そこはですね、そこは今のままの状況ではなくて、一回、もう一回県民に民意を訴えて、その結論を出していけば、確実にその対応の政府の対応も変わってくることは間違いないというふうに思っておりますので、あそこをもう一回確実に変えていくためにも、私はこの県知事選挙、そして県民投票という選択肢を、県知事には選択をしてもらいたいなと、まあ、いうようなことを、ね、即すためにも、3万人規模の、まあ、署名活動を行って、提出をしていきたいというふうに思っています。まあ、この署名活動は私は与野党多くの人の中にも賛同者出ると思うんですね。この今オール沖縄の人たちもこのままではダメだと思っている人たちも間違いなく新しいこの出口戦略を考える意味ではこの選択肢も一つだと考えてくれる人は多いと思うし、また自民党もこの選挙をやって勝てば堂々と裁判にも勝ち、そして選挙にも勝てば辺野古の軟弱地盤を埋め立てをすればいいだけの話なんで、彼らにとっても一つのチャンスだというふうに思ってるんで、それも一つのことになってくる。まあ、いうようなことからすれば、この賛成反対、私のように新たな対案を出すという、こういうふうな勢力の人たちがですね、もう一回知事選挙をやるというのは、非常に有意義な沖縄の政治の環境を作ることになる。国との関係を見直すことにもなるというふうに思ってますから、それをぜひやっていきたいというふうに考えておりますので、皆様にご報告をさせていただきたいというふうに思っています。はい、ありがとうございます。私方は、それこれまでです。趣旨説明は以上です。ご質問があれば、挙手でお願いいたします。はい、琉球新報の北と申します。よろしくお願いします。まず、表明としては大執行訴訟の判決が出る前にいたわけですが、そうするともうだいぶ、おそらく日数が少ないのかなと思います。3万人集めというのは、どのぐらいの現実性があるのかと思います。これに書いてあるのは、この証明をするのは玉木伝一が、はい、大執行の判決が出る前に、証明をしなさい。私たちはもう、早急に3万人の証明活動をやって、やりたいというふうに考えておりますが、まあ、やるかどうか分かりませんよね。だからこの3万人の名簿が、また引き金にもなる可能性があるので、できたら私たちも早急にですね、この結果が出るまで集めたいんですけども、物理的には大変ですけど、努力していきたいけど、それにかかわらず、そういう意思を頭に出る位置に持って、大執行が裁判結果が出たら、すぐに県知事選挙をやるというようなことを望んでいる。もうこれ以上待ってても、3年間同じようなスタイルで県知事やっても、彼はもうワンイッシュで選ばれたような人ですから、そういう意味では前に進むことができないと。この選択しかないということをまず私たちはこの署名の中で表していきたいというふうに思っています。もう一点ごめんなさい。そうすると例えばその、まあ、スケジュール的なところも含めて知事選じゃなくて県民投票だけではダメなんですか。やっぱこの人の今まで一つもたれても埋めて捨てないって言って埋めてられたでしょ。それで裁判の結果で負けてるでしょ。これ県知事の判断じゃないですか。だから辺野古反対か賛成かっていうのは、この人が県知事として良かったかどうかをまず解いてから県民投票じゃないかと俺は思う。やっぱりこうやって埋め立てられてるっていうことは戦略上間違ったことですよね。自分の公約を守れないから。そうですよね。だからやっぱり県知事としての資質も含めて能力も含めて公約がうまくいってないことも含めてまず問いかけて、どの人が県知事としていいのかということも問われなければいけないというふうに思っているので、やっぱり県知事選挙、県民投票、これがいいんだよ。今から考えてもあんまりあれなのかもしれないですけど、そうすると県知事選挙と県民投票の結果が、まあ、ねじれる可能性もあるわけですね。はい、ありますね。選挙結果どうだろうか分かりません。そうするとその吉野さんの言う民意というのはどう捉えればいいのかみたいな話にまたなってくるのかなという。まあ、その時の民意というのは難しいところはありますね。県知事選挙で誰が選ばれて、まあ、
都民県民投票は3つの選択肢の中で誰がどの選択肢が出るかというのは難しいところですが、まあ、しかし今この予想をしてですね、だからこの仕組みをやらないとかやるとかっていう論点にならないと思わないんで、これやってみないといけない、まあ、その時にどういう民意が出るかというのを見ていかない、うん、ありがとうございます。はい、三重小町新聞三宅です。この3万人という数値ですが、この辺はまず3万人の署名を集めるというところからスタートするわけですよね、はい、でその後県民投票ということになってくると、当然これは議会、県議会の決議が必要になってくると思うんですが、そのあたりのスケジュールって三木さん自身どう考えますか。まあ、この3万人の署名を集めたいというのは、県知事が辞任して県民投票すべきだという意思表示を表す一つの方法でありまして、まあ、それが大きなきっかけになると私たちは信じてやるわけですが、それだけではそう簡単に玉城デニー知事が決断するかどうかは分かりません。しかしそれを即す一つの要因が必要だというふうに思ってますんで、そこで3万人の署名を集めたい。でまたその時にですね、まあ私はもう県知事選挙県民投票って書いてありますが、この県知事に新しくなられる方が、ね、辞めて県知事選挙でやられる方が、まあ、どう思われるかは別です。県民投票をやるというのかやらないというのか分かりませんが、私たちはやるべきだということは強く、これは私の経験からしてですね、進めていきたい。それなぜかというと、8年前に尾長さんと私と中山さんが出て県知事選挙やった時あるんですけどね、その時も討論会でも言ったんですけど、県知事に選ばれても県民投票をやった方がいいですよというようにおっしゃったら、私が申し上げたら尾長さんは、私が選ばれることが県民投票だと言ったんです。しかし私は違うと、あなたを支持している中には辺野古賛成の人もいる、だからあなたが選ばれるだけでは、あなたの能力を買って知事に、ね、あなたを選ぶ人がいるかもしれないから、それが全て辺野古反対というあなたの主張じゃない人も入っている。だからそういう場合には、ワイン酒で県民投票をやった方がいいんじゃないですかと言ったら、まあ、彼はやらないで裁判闘争に。まあ、しかしあれ、私が言うのもおかしいけど、私の言う通りやってたら、局面大きく変わってたね。あれで8割ぐらい県民投票でやってたら、小長さんが選ばれて8割の県民投票で辺野古反対でって言ったら、アメリカ政府も日本政府も身動き取れないような状況になったと思うんですね。ということは、一つのアプローチの仕方としての署名活動、そうですということですね。はい、うん、アプローチの仕方で、それで、実際にやりましょうということになってきたら、ここに書いてあるその通りいうことを想定してるわけ。いや、そうしてもらいたいとかね。わかりました、ありがとうございます。ご質問ございます。あ、はい、すみません、沖縄テレビの松本です。具体的に署名どういうふうな方法で集めるかっていうのを教えていただけますか。まあ、署名はですね、まあ、あらゆる人にお願いしていかなければいけないと思っておりまして、まあ、私たちの講演会の仲間の皆さんや、それ以外の皆さん、そしてあらゆる団体にもですね、署名をお送りさせていただいて、賛同を得られるかどうかという、まあ、幅広くね、集めたいなと思っておりまして、街頭でも集めてみたいと、アプローチはいろいろと考えながらやっていきたいというふうに思っています。このなんで3万で5万じゃないのかとか10万じゃないのかっていう方もいるかもしれませんが、やっぱ身の丈でまず集めて、これが増えることが一番大事だと思ってますから、そのことを中心に沖縄全島からですね、集めていきたいというふうに思っています。はい、あ、タイムスです。すみません、ちょっと教えていただきたいのは、今回署名活動を実施する団体は無所属創造としてやってくるという理解です、はいはい、でも明日からも始めていくようなイメージで、
もうやります。もう今日からキックオフです。で、この、大臣補足の判決が出る前に知事選を行うことを明言がありますけども、署名の、締め切りというか、デッドラインみたいなのが出てますか？あのね、デッドラインというよりも、私たちの希望としては、さっきこれにも書いてあるように、自らがこの代理訴訟の判決が出る前にこの行うことを決めれば私たちの署名は必要ないですよね。もうこれはこの後選挙運動で走っていくわけですから。しかしそれがなかなかその行われない可能性があるとなった場合には、やっぱり署名の意味付けが大きいというふうに思ってますから、それについてはですね、まあこれから集めてみなきゃいけませんが、忙しい中でありますが、12月のめどにですね、頑張ってやってみたいというふうに思ってますね。12月15日、うん、あ、これだけいいですか、はい、あと辺野古問題を終わらせるというのは、例えば辺野古新基地に反対するという答えであろうと、辺野古新基地を容認するという意味であろうと、いずれの方でも終わらせるという、ここにも書いてあるんですけどね、この知事選挙で出た結果、県民投票の結果を重く受け止めて政府に向き合うと書いてありますけど、まさにそのことが前提になってるんですね。まあ、この知事選挙っていうのは4年に1回の自然的な知事選挙と違うわけですね。これはもう田脇デニー知事が辞めて知事選挙する、県民投票するっていうのは異例のことでありますから、まあ、そういう中で、まあ、賛成をしている自民党も公明党も、もうこれが勝負ですよと、この状況の中で県民の結果が出たら、それはもうあなた方もこの県民の結果を尊重して自らの母体である東京の自民党にも政府に対してもこの県民の民を伝えていくという役割に変わってもらうと、まあ、いうようなことを私は想定してるんですね。だからもう尊重しなければダメだと。時効が経った場合はオール沖縄を認めなさい。そのことです。わかりました。まあまあ、仮定論で申し訳ないんですが、当然じゃあこれ知事選挙やりましょうという話になると、三木屋さん自身も当然出馬申し上げます、うん、それ私もこの知事選挙には必ず出ます。その結果が出て知事選挙をやるというようなことになれば、うん、もちろん出ます、うん、分かりました。私にこのと申します。今、まあ、知事選になった場合ご自身も出馬されるという話になりましたけれども、その際にご自身の考えとしては辺野古に対してはどういうことを訴えていたんですか？これね、私の場合は新しい提案をします。その時点で賛成反対ではなくて、私が考えている提案があるので、知事選挙の公約でしっかりと示していこうというふうに思っています。ただもう自民党や公明党の考えとオール沖縄の考えとやまた違う提案を私はして選択肢を3つにしながらやろうと思います。それ現時点で少し内容をお伺いするっていうのは教えません。後で今は話をするような段階ではない。だけど考え方はまとまってる。あとこういったの関連で、その先ほど、その最高裁判決が出る前と出た後では、やはりその辺野古に対する民意の表れ方は、まあ、変化が生じてるんじゃないかと話したと思うんですけれど、やはり最高裁判決後はその計画を容認する民意が増えてきているという実感が終わりなのか、そのあたりはどういうふうに感じたでしょうか？そこではなくてね、最高裁の判決に、まあ、ちょっとの光を見出している人たちもいたと思うんですね。止めたい人たちの中には。それは相当、私は一審負けでも二審負けでも最高裁の判決で何かが起こるんじゃないかって期待をしている人たちがいたとは間違いないと思うんですね。その人たちが、じゃあ最高裁の判決が出たからと言って、じゃあそれを、じゃあもう負けたと、じゃあそれ認めますかというようなことにはなかなか
なりにくい、まあ、そういう中で、ね、彼らの民意を示すのはこの 場面しかないというふうに思うんですね。また先ほどから申し上げている最高裁の判決が結果出たらですね、政府は沖縄県と交渉しませんよ。判決後2万人3万人の県民大会を23日に開こうと開くまいと何らボディーブローにも効かないし、もう押し切るだけにしかならないと思うんです。しかし県知事選挙をやって県民投票をやったらそうは簡単にいかない、私はそう思うんですね。だから本当に止めたければね、もうリスクを背負ってても戦いをするかどうかがこの玉城デニッチに問われていることで、もう今何もしないまま県民大会を月に3回でも4回でもやって、彼は辺野古移設で選ばれた、そして選ばれた人ですから、あとは連絡するだけ、誰も聞かない、それがですね、また沖縄県民に損失も与えるんです。基地問題だけじゃなくて経済政策においても貧困対策においても子どもの教育においても、レームダックした県知事が県知事をのうのうとやり続けるというのはもうまさにこれは県民の、私に言わせればもう大変な生活環境を作ることになるというふうに思ってますから、そこは考えて決断してもらいたいというふうに思ってます。はい、あのまあ当然一策お持ちながらこの話題を公表できないということなんでしょうけど、あの三木屋さん自身は辺野古埋め立て、うん、まあ方も答えることできないと思いますが、推進する派なのか、あるいは止めた方がいいと思っている派なのか、その時に提案しますから聞いてください、うん、ただ私が申し上げているのは自民党公明党の案やオール沖縄の案と下地民協の案は違う、要するに立憲の案ではないよ、ないということ、ね、それだけです。ちゃんと選択肢作る、はい、選択肢を作っていく、はい、分かりました、はい、今日の通信の久野です、よろしくお願いします。先日のパーティーでもですね、あの沖縄育英の強い思いですとか、まあ、無所属というところについてもあの思いを語っておられたかと思います。で今回の無所属というあの看板を掲げるわけですけれども、次期衆院選の対応についてはですね、もう行くからあの無所属で出られるというご意向が固められているので、そのあたりあのそう理解しているのかを考えます。あの今県知事選挙にこのやっぱりタイミングがあると思うんですね。このどの時期で県知事選挙があって、どの時期で衆議院選挙があったというようなことがなってくると思うので、それを見据える中で政治の判断を、出馬の判断をしていこうと思ってますけど、まあ、無所属で出ることは間違いません。だからこうやって政党名も分かりやすいように無所属創造に変えた方が有権者に分かりやすいというふうに思ってますから。あのパーティーとかでも重複しますけども、あの維新でもなくて、まあ、あのかつて所属された自民党でもなくて、またあの無所属っていうのをその考えに至られた理由というのを見てほしいと思います。まあ、今維新はここでは第三極にはなり得ませんよね。なぜか辺野古賛成だから。辺野古賛成、ここの場合は与野党の分裂の大きな政策課題の中の中心はこの辺野古賛成であるか反対であるかという、そういう枠組みで与野党が分かれ、補閣が分かれ、政党が分かれているという状況なんで、まあ、維新の中ではこの中央の政党の中では三極という言葉は維新は使えるかもしれないが、ここのこの何十年間知事選挙衆議院選挙は世論調査を見てももう5割以上が近くがもう辺野古だって言って賛成か反対かによって決めるみたいな、こういう状況が続いている中でですね、まあ維新に入って第三極ということは沖縄ではもうこれははっきりしている。だから無所属で第三極という選択肢しか衆議院選挙においてはありえない。第三極を言うならば無所属という選択肢しかありえない。それが私の考えなんですね。
最後確認ですけど、あの知事選よりも衆院選の方が先に来た場合には、あの沖縄区に無所属で立候補される、選択肢あり、どっちも考えた。ありがとうございます。はい、あの無所属想像に戻りますけれども、まあ、三木さんのご自身のお考えは分かりました。で、公設の議員、地方議員というのはこれから新たに加えていくという、私の仲間すでにいるかどうか、いや、私の仲間の議員は、維新に多くの皆さんが入って、まあ、これから活躍なされると思いますが、この無所属創造においてもですね、これから新しい市会議員も県会議員もこの無所属創造にご理解をいただく人たちを私たちは集めていかなければいけないと思っていまして、まあ、それは、今維新に行った仲間たちとも絶えず、情報交換をしながらですね、しながら維新には入れないけど政治をやりたいという、そういう方々が無所属の中でいらっしゃるだろうと、そういう人たちと勉強会を開きながらですね、そういうふうな議員を増やしていくという活動はやっていこうと。これは1区、2区、3区、4区に関係なく、それを広げていこうというふうに思っていまして、今まで私が維新を広げてきたようなと同じような姿で、無所属創造でもですね、まあ、仲間作りをしていこうというふうに思っています。あの無所属創造から新しい議員を作っていくということですか。はい。今いらっしゃる、例えば無所属の議員さんっていっぱいいると思うんですが、彼らを抱き込むということではなくて。まあ、それは簡単にはいかないと思いますね。まあ、今、私の仲間が10人行きましたけど、これからも行けるメンバーがいたら、維新に行ったらどうですかというようなアドバイスをしてきたので、彼らにお声掛けをすることはないというふうに思っています。新たな議員を作る、はい、ということがメインになる。そうですね。はい、ありがとうございます。他ございますでしょうか。先生、ごめんなさい、確認さん、署名の方はインターネットでも募るんですか、それとも対面というか。手段いろいろ考えます。みんながちゃんと集めてるのと分かる手段を今検討してます。もちろん対面での署名が一番いいんですけどね、まあ、それだけでもない時代に来てるんで、まあ、それをどういうふうにして集めるかということは大事なんですけども、信頼性のあるものでなければいけませんので、そこは十分気をつけながらやっていきたいというふうに思います。なんていうか、多分記事にするとその署名したい方がどうすればいいのかみたいな問い合わせが必要な気がするので、こっちに来てください。お電話いただければ用紙を送らせていただきます。まあ、12月いっぱいを目処に少し頑張ってやってみたいと思いますが、私たちが署名を集めなくても訴訟前に、訴訟後に、訴訟前にですね、玉城デニー知事が決断するのが一番いい選択だと思ってますが、それを期待していきたいと思います。署名については中間発表みたいなものをする予定ですか。できるだけ見える化はしていきたいと思います。ネットを通して、私のホームページを通して、今の現状とかそういうのは見れるようにしていきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。それでは今日はどうもありがとうございました。これをもちまして、下地幹也の記者会見を閉じさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。